あの帽子は。ありがとうございます。かなちゃん、緊張してるの？私は。安心して、かなちゃんを選ぶことはもう決まってるから。私がどうかしたの？あれ、かなちゃん。かなちゃん、本物。私、かなちゃんのファンで。みたいね。あの人は変なこと言うんだよ。このオーディション、かなちゃんを選ぶことはもう決まってるって。かなちゃんはそんなズルしないよね。してたら何なの？かなちゃんはそれでいいの？いいに決まってるでしょ。仕事もらえるんだから。オーディションっていい演技をした人を選ぶものでしょ。演技を見る前から。わかんない子ね。要はお金になるかどうかだ。いい演技する子役より有名な子役を使う方が視聴率が取れる。演技なんてどうでもいいの。違うでしょ、かなちゃん、本当はそんなこと思ってないでしょ。演技がどうでもいいなんて。分かったようなことを。何よその帽子。私の真似なんかするな。